はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。私ね、有料メールマガで人間メールってやってるんですけどね、そこで結構読者の皆さんからいろんなメールをね、毎週のようにいただいていてですね、まあ、ああいうことしたらどうかとか、これどう思ってるんだとか、いろいろ言われてね、こう、まあ、いろいろ刺激になったりとか、その悩んでるものに関しては返したりとか、まあ、場合によってはメールマガでね、こう回答させていただくようなことをしてるんですけどね、一つ問題があってですね、その質問の量が多い。みんなすげえいっぱいこう気軽に連絡してくるんですよね。もう別にいいんだけど、見る、着々と返すんですよ。必要な時は。着々と返すんだけど、みんなこう、とりあえずあいつに聞いとけぐらいの感じで、結構いろいろこう、ご相談みたいで、最後はその結婚相談もされてですね。まあ別にいいんだけど、まあなんかこう、知らない人同士の結婚がいいか悪いんだからって言えるわけないじゃないですか。そういうことをまあ、こう、普通にこう、やりとりしてメルマガやってるんで、もし興味あればぜひ見ていただきたいんですけど、まあその中でですね、ちょっといくつか取り上げようがない内容は YouTube でやることにしたんで、ぜひ皆さん聞いてください。はい。賃上げできない経営者ダメですかと。で、今40人の会社を経営してるんですが、賃上げできる状況なくて困っていますと。で、収益としてはカツカツですと。まあちょっとご数字書いてあるんですけど、言えないんで、まあカツカツだなって感じの数字ですよね。で、まあどう経営頑張ってもなかなか難しい時に、こういう時は僕はもう配偶数しかないのでしょうか。ちなみにその僕のいるところはその埼玉の北の方の支部ですと。まあ確か厳しい地域ですよね。あの辺りはまあ割と大変かなと思うんですけども、私もこう、埼玉では南の方ですけども、まあ、中華処理事業者とかいくつかこうね、ご一緒しているのがあってですね、まあ、もともと親父がやってたのを、まあ、売ってこう、そうなったりこう、いろいろして、まあ、今でもこう、お付き合いがずっとあってですね。で、あとは、結構資源系知ってるんで、資源系の中で言うと、その海外に資源出したりとか、もしくは違うところから持ってきた分に生成して出したりとかっていう時の仕事を、アドバイスをするという、コンサルとして入らせていただいて、上がりをいただくという仕事をやってるので、そういった点で言うと、まあ、土地はあるんですけど、ただね、今ね、その賃上げっていうのは割と大事なポイントだと思うんですよね。で、岸田政権がなんとかとかいう話じゃなくて、もしくは経団連がノーとかじゃなくて、そのもうガチでインフレしてるんで、そのインフレ気味になるだけの、少なくとも売上の、額面的な増加をしないと、やっぱり冷やがっちゃうのは事実だと思うんですよ。特に人をいっぱい抱えてる会社さんは、それだけ会社でね、社員が、家族さん養って暮らしてるわけなんで、そういった点で言うと、やっぱ賃上げをしてあげなきゃいけないよなっていうのは、やっぱ経営者の市場命題だと思うんですよね。で、それがなかなか難しい業態ってやっぱりあって、価格転換しづらいとか、いろいろあるんですけども、自分の知ってる界隈で言うと、まず経営者の積極的営業制やっていうのは、僕らなんかは常に言うことですよね。で、水抜けをまずしなさいと。で、価格改定に対する、同意が得られるか得られないかともかく、まず言うのだっていうところが、一つ目線としてあって、このご時世大変なんで、給料上げさせてくださいっていう一言が言えない経営者って結構厳しいと思うんですよね。で、それは営業さんにね、言わせる話だけじゃなくて、アポ取るところから、いや、実は賃金、料金の改定の件でご相談をしたくて連絡差し上げましたって、最初に一発打つんですよ。で、そこで切られちゃうのはもう本当しょうがないよねっていうのがあるんですよね。で、自分らのような、関わってる会社さんは、結構割とそういった点で言うと、価格弾力性があるというか、価格を上げる余地のある業界の人が多いので、価格上げさせてくれっていう相談をして、締められた時に、じゃあいいですって言えちゃうんですよ。あなたとの取引も結構ですって言えちゃうんですよね。で、ごひいきにと言いながらも、ちゃんと払ってくれてるからこそひいきなのであって、やっぱりそこら辺が自分たちの事業を存続させるために安売りに走るようになってくると、なかなか大変なんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、あと安売りをやってる会社さんっていうのは競合先って基本的に安売り相手なわけですよ。で、そういったところはやっぱりなかなか泥沼から抜け出すのも難しいし、どっかしらね、こう、事故を起こして結局帰りは取引先に行くので、傾向としてですけど、これは業界によって違うと思うんですけど、大体半年から1年ぐらいすると、やっぱりあんたのところでお願いしますわって戻ってくると思います。占い師みたいな言い方ですけど、割とね、帰ってくるんですよ。で、それは安いと思って別の業者にまとめて振ってみたけど、やっぱり倒れちゃったっていうケースをやはり最近はよく耳にするので、
まあ、棋戦を制してそういうことは言える方がですね、僕はその経営者として正しいのではないのかなと。またそういうことが言えるような関係をね、ちゃんと日々つないできたか、まあ、単にこう取引先のね、そのなんか親善ゴルフかなんか行って、コンペかなんかで商品もらって帰ってくるような関係じゃなくてですね、まあ、常にそういうそのまあ業界に関する知識だとか、まあ、どういう状況なのかみたいなことを話し合いできるぐらい、まあ、ある程度こう近くのところでまあ議論をできる人たちじゃないと、やっぱりなかなか難しいのかなというふうに思いますよね。で、またそのね、こういう、まあ、ちょっとメールいただいた方の業界とは違う世界ですけど、まあ、私はその一方でそのコンテンツ投資がやってるんですよ。で、そっちもやっぱりね、その中国人工賃が上がってですね、その、まあ、中国に出すと安いっていう状況じゃなくなってきてるわけですよね。なので、まあ、しょうがないから、その他の地域にもちろんその、より安いところに流すってあるんだけども、割と最近、こう、国内に帰ってくるわけですよ。で、国内に帰ってきたときに、その、担うやつがやっぱ50代だったじゃないですか。なので、その、新しい装備を、その、まあ、そういう人たちに、そのね、その導入してもらって、習ってもらって、できるようになるまで、まあ、結構それなりに時間かかるってことも考えるとですね、これもうなかなか産業を持たないんじゃないみたいなことをまあ言い始める人たちも出てですね、まあ、そのあたりは結構ねピーキーだなというふうに思ってるんですよね。まあ、そこら辺はね、その企業努力っていうね、普段のそのまあ変化している環境にいかに我々が常に適応し続けるかっていうこう生存競争なんですね。で、一番強いやつが生き残るんじゃなくて、一番最適に転化できたやつが生き残るっていうこうまあ自然の原則に極めて近いものがあってですね、やっぱこういう環境であるからこそ我々はこういう活動をするのだみたいなことをそのちゃんと考えながらこう動ける経営者の人たちが、まあ、なるべく先に手を打てるような形でその取引先の人たちと、まあ、そろそろね、コストアップインフレになってきたねと、そうだねということを一言でも二言でもやってるかってことですよね。それって、値上げしますねって言ってるわけじゃないですか。そこは、ある程度こうちゃんと言えていった方がいいのかななんてこと思いますけどね。はい。まあ、なんかの参考になればいいと思うんですけどね。ぜひ、こう、ガツンと、うちも値上げすることにしたいんですけど、よろしくお願いします。4% ぐらいみたいな、こう、しょっぱいラッチじゃなくて、15% とか2割とかって言った方がいいと思うんですけどね。この後どうなるかわかんないですからね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。